三つあるっていうことを言いましたね。まず第一に世。この世のシステムは私たちの敵であり、自分、肉が敵であり、悪魔が敵であることを言いましたね。この世は私たちの敵であることに、第一ヨハネの2章の15節から17節見ましたね。世も世にあるものも愛してはいけません。ですから世は私たちの敵です。私たちを反対しています。だから世は私たちの味方ではありません。友達ではありません。世は私たちの敵です。みんながやってることをやると神様に対しては従っていないことになりますので、世には従わないべきですね。世を愛するべきではありません。そして肉。自分の肉をも自分の敵である。自分の肉は、悪い方向に私たちを、連れてきますね、連れて行こうとしています。だから肉に従わずに神様に従う。肉と神様は反対していますということが書かれていますね。その、なぜなら、肉の、願うことは、御霊に、逆らいと書いてありますね。だから私たちの肉は、御霊に逆らう。神様の御霊はこっちの方に行きなさい。肉はこっちの方に行きなさい。肉はこれしたい、これしたい。御霊はこうしなさい、こうしなさい。だからその争いがあります。だから肉は私たちの敵です。耐えなければならないものですね。負けてはいけません。そして最後に悪魔が私たちの敵であることが見ましたね。そして第一ペトロにも、はっきりと書いてあるんですね。あなた方の敵である悪魔と書いてあるんですね。ですから悪魔は私たちの敵です。そして悪魔についていろんな勉強をしていこうかということですね。まず第一に名前を見ていこうということですね。そして少し見ましたね。今日も少しその続きをします。そして悪魔の始め、どこから悪魔が来たのかと。そしてどういうふうにして悪魔になったのかと。そして現在、悪魔は何をしているのか。未来は何をするのか。そして悪魔の最後はどうなりますかっていうのを見ていきたいと思います。悪魔は本当は、ね、最後まで待たなくても分かるかと思いますけども、悪魔はもう負けている敵ですね。私たちの敵ですけども、すでに負けています。聖書を読めば、最後には悪魔は負ける。そして裁きを受けることは分かってますので、なぜ悪魔なんかに従うのか。もう負けている敵だからね。でもそれに気づいてない人は、悪魔の誘惑に負けますね。で残念ながら、クリスチャンでも気をつけなければ、悪魔の、誘惑に落ちますね。負けます。で先週は名前を見ましたね。彼は以前の名前を見ました。以前、悪魔は、その、ルセファーという名前がついてた偉大なる天使であったことを見ましたね。そして、その、イザヤ書の14章の12節に、ね、その、そのところではその名前は、まず、明けの明星と書いてありますね。その明けの明星。素晴らしい、素晴らしい神様の作り物でした。そして素晴らしい栄光を持っていたものでしたね。そして、暁の子とも呼ばれました。暁っていうのは、その、眩しい星ですね。日が出ても見えるような星ですね。そして、でも悪魔は、落ちたことね、見ました。その同じ12節に、どうしてあなたが天から落ちたのかと、ね。悪魔は天から落ちました。悪魔は神様に逆らい、悪魔となりました。そして天国から追い出されました。ね、落ちました。だから悪魔は、今は、現在は元の悪魔と違います。作られた悪魔とは違いますね。同じものですけども、目的が違います。今は、前は神様を褒めたたえる、神様に仕えるものとして作られましたが、神様に逆らった後は、神様に反対するようなことになりましたね。ですから、悪魔は今は以前のものと違います。今は落ちた天使であるんですね。それも、イザヤ書の14章の12節ですね、落ちている、落ちた天使と、落ちたものだと、天から落ちたと言われるんですね。そして以前は悪魔はいろんなこの素晴らしいものであったのが、エゼキエル書28章の12節から19節に書いてあるんですね。だから悪魔は素晴らしい、大なるものでしたね。神様が悪魔を作った時に、悪魔ではなかった。だから悪魔が素晴らしいっていうとおかしいですよね。悪魔っていう名前がつく前だったからね。
悪魔っていうのは素晴らしくないですけどね。でも悪魔になる前に、ルセバルだった時に素晴らしい大事な天使でしたね。Okay? そしてその名前は、まずその今の名前。今は悪魔は サタンと言われるんですね。それは敵である意味を見ましたね。そして、英語でデボーですけども、悪魔っていう名前も、ついていますね。それが、正しく、不正に、不正の証人、不正に、嘘をつく、この人をこうしましたよっていうのは嘘の証人だよね。悪魔は敵ですね。そして、誘惑者であることを見ましたね。試すようなものです。そして、その、悪霊どもの頭である、ね、支配者であることを見ましたね。悪魔は、みんな悪霊の支配者である。そして最後に見たのが、これ先週見たのが、その、ベルザブル。ベルザブルという名前ですね。それは、その当時の、神々、旧約聖書の時代のイスラエルの国の近くにあった国の神々ですね。それも、イスラエル人が間違えてその神々を拝みましたが、そのベルザブルっていうのはその神の名前でしたが、悪魔がその神の名前をで知られるようになりましたね。ひどい。そしてその実際の意味は、そのハエの主またはクソの神という意味ですね、そのものは。ですからまあそれはふさわしく悪魔に当てはめられてる名前かと思います。で今日は名前の勉強を続いていきたいと思います。この名前を見て悪魔がどういうようなものであるかを、知ることができますね。聖書には悪魔は、悪いもの、ね、悪いものであると書いてありますね。マタイ伝の13章の19節。マタイ伝13章の19節。読みたいって人いますか？いつもいつも同じ人に頼んでるのは、ね、悪いですけど、いいですか？じゃあお願いします。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとは、このような人のことです。はい。ですから、悪魔は、悪いもの。もちろん、ね、いいものではないですよ。で、まあ、日本語では、英語では、bad とか evil とか wicked って言うんですけども、日本語では、まあ、悪いとか悪っていうのは、まあ、同じ感じだからね、同じ意味でしょうけども、ね、それで似たような意味ですけども、横島とかいろんなね、悪いという意味ですね。してはいけない。神様は正しいです。神様には悪いことがないです。まあ、この名前を見ると、この悪魔というのは二つ、神様に対して二つのことをしています。まず、神様を反対していますね。そして、神様のものを反対しています。クリスチャンとか、他の天使とか、神様のものを反対しています。だから、神様を反対しています、悪魔はね。でも自分の力は限られていますので、神様の力では ないので、悪魔は神様に勝つことができません。でも神様はなぜ悪魔を、ね、悪いのに悪魔をの存在を認めるというか、その、続けるんですか、なぜならば、悪魔は神様の計画に入っていますね。悪魔が悪魔になるのは神様の計画で、悪魔として作りませんでした。でも悪魔の逆らいは神様の計画の中に入っています。神様の計画を無にすることはできません。何でも、何にしてもね。私たちは神様の計画に逆らうと、私たちは私たちに被害を与えるだけです。神様には何も被害を与えません。神様のしてほしいことをしなければ、神様には被害がありません。私たちには被害があります。だから悪魔が悪魔になったことは、悪魔に被害を与えただけですね。神様の計画には全然邪魔になりませんでした。むしろ逆に、神様は悪魔の悪いことを利用して自分の栄光を称えるんですね。ですから悪魔、でも悪魔は神様を反対します。悪魔は神様の逆です。神様の反対をしています。そして神様の反対のものね。神様が正しい。悪魔は正しくない。神様は良い、良い、素晴らしい。悪魔は悪い、素晴らしくないものですね。悪いことをしています。神様を反対しています。でもう一つ、この名前の中で見ますけども、悪魔は神様を反対しているのが一つですね。そして第二に、悪魔は神様の真似をしていますね。神様のふりをしていますね。自分が正しいように、ね、ふりをしているんですね。だから神様を反対しながら、神様のふりをもしていますね。
だから神様の真似をしていますね。偽物ですけどね、偽物ですけども、神様の真似をしていますね。まあ、敵は人を真似して人を惑わしますね。例えば、誰かが、戦争しているならば、スパイっていうのはあります。スパイってなんていうの、その方では。スパイでいいの。スパイがあるでしょ。で、スパイは何ですか？そこの国のものですか？いや、そこの国のもののふりをしているものですね。本当はそこの国の人をやっつけたい、倒したいものです。ですが、そのためには、その国のものであるようなふりをしなければいけない。その目的はいい目的でありませんね。そこの国の人は素晴らしい人で、私はそういうような人になりたいというわけじゃなくて、こういうふりをして騙しを、そして被害を与えようとするんですね。悪魔はそうなんですね。悪魔は神様の真似をします。でも真似をする理由は、人を惑わす、人を欺くために神様のようなことをしますね。自分が神様のように 見せますね。そして目視録読むと、悪魔はね、悪魔と悪魔に使えるものは、自分が神だと言って、そしていろんなね、そのための証拠とかね、いろんな奇跡とか、奇跡みたいなものをね、騙し取ってるんですけども、そういうことをしていますね。みんなを騙すためですね。神様のようなものになりたいためではなくて、ね、神様に従っているものを騙そうとして、神様が真似をしてますね。だから悪魔は2つのことをします。まず、神様を反対してますね。そして、神様の真似をしてますね。なぜならば、その真似によって、人を惑わそう。人を欺こうとしています。でも悪魔は悪いものですね。悪い。やることは全部目的が悪いです。良さそうに見えても悪いですね。悪魔は悪魔として、悪魔というと、多分多くの人は、こんな爪が出た、こんな変な顔したものだと、ね、うがくよね。なんか日本の鬼みたいな。いや、怖い、悪魔で悪い。いや、悪魔は、ね、そういうようなものではないですね。悪魔は人を騙します。これは誰も騙しません。誰もそんな拝みませんよ。悪魔はそういうようなものであれば。悪魔を拝むのは、悪魔は、いい風には見えるんですね。見たところは、見た目は騙されるように、賢くない、霊的に知恵のないものは、騙されます。悪魔はいいと思われますね。正しいと思われますね。悪いものがいいと思われるものが多いんですね。ですが、悪魔は悪いです。いいことはありません。いいふうに見えても、よくはありません。悪魔のすること、する目的、すべては悪いです。すべては神様に反対しているものですね。そして神様に似たようなことをしても、真似しても、悪い目的のためにそれをしていますので、悪魔にはいいこと一つもありません。みんな悪いです。だから神様はいい、神様は良い、神様は素晴らしい。でも悪魔は逆です。その逆ですね。だからまず悪魔は悪いね。悪いものですね。それ読みましたね。マタイの13章の9節ね。悪いもの。そして第2に、悪魔は敵です。これも先週見ましたけども、悪魔は私たちの敵です。ペトロの箇所にも書いてありましたけども、悪魔は敵です。敵も、敵である言葉をいろいろありますけどね、adversary とか enemy とか foe とかね、いろいろ英語でもありますし、日本語でもね、反対者とか敵とかあざとかいろいろありますけども、要するにその敵っていうのは、人を反対する、神様を望むことを、しなくする、ね、してほしくないので、それができないようなことを望むんですね。悪魔は神様の望むことを邪魔しようとします。神様は、良い方です。神様はいいことを望んでいますね。私たちにいいことを望んでいます。でも悪魔はそのいいことを経験してほしくないので、騙して悪いことをさせるんですね。悪魔は敵です。私たちの反対、いいことはないですね。悪魔は、敵ですが、悪魔を知らないもの、悪魔は悪返し行為ですね。悪魔は、私も、ね、時々思うんですけど、ね、なぜ神様は悪魔にその悪くなった時にその力を取らなかったのに、今悪魔は以前の力を持っています。以前できたことを今でもできますね。
私たちよりもずっと力があるものね。そしてそれを悪いために使っているので、なぜ神様はそのままずっと悪魔に自分の力を残したんですか、ね、なぜならば神様は悪魔を利用しているというか用いていません、ね、悪魔も。だから先ほど言いましたように、私たちは何しても神様の御心を無にすることはできません、ね、私たちは神様に従わなければ私たちに被害があるだけです。神様には被害がありません。神様の計画を邪魔することは一回一つもできません。必ず神様が思う通りに行きます。ですが私たちに被害はあることです。ですから神様、悪魔はいくら神様を反対しても、神様の御心を立てることに参加してるだけ。本当は、まあ、自分はじゃあ結果は良ければやったことはいいことにならないんですが、いや私たちは神様に従わないと私たちに責任がありますね。神様に従わなかった責任があって、その結果を経験しなければなりません。その罰を受けなければなりませんが、私たちが悪いことをやっても神様の御心を無にすることはできません。神様は絶対的権力を持っています。ですから神様は私たちのやる悪いこととか悪魔のやる悪いことによっていいことをしますね。ですから悪魔は力があっても、まあ、力は神様に限られていますね。悪魔がね、自分を思う通りに行けば、みんなを全滅にしますね。でも思う通りにはいかないですね。神様は限ってますね。全然悪魔の力を奪い取ってるわけじゃないですね。悪魔はまだ力があるんですね。ですから、でも悪魔は敵です。私たちの敵でもありますし、神様の敵でもありますね。そのマタイ伝の13章の、39節、読んでいただけますか。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。はい、イエス様が言った例え話ですけども、その例え話の中では、この悪い敵は悪魔なんですね。その話ではその敵がいたんですね。そして敵は、ね、他のものを、ね、他の隣の百姓さんをやっつけようと思ってこう悪い種をまいたんですね。それは例え話で、その何を例えるかというと悪魔を例えるね。悪魔はそういう惑わすようなものですから。ですから悪魔は私たちの敵です。私たちを反対しています。味方ではありません。でも悪魔は、多くの人を騙しています。多くの人は悪魔が敵ではなく味方だと思っていますね。サタンの教会というのはありますね。私の面から見るとそれが、ね、全然わかりませんけども、サタンを拝んだり、ね、サタン様とか呼んだりする人もいますね。サタンが悪くないと思う人がいますね。そして、まあ、黙示録のところに読むと、3年半の、その7年の、まあ、私たちは空中計画で挙げられていますけども、その7年間の間、その初めの3年半は、その悪魔の代表しているものが平和をもたらします。そしてイスラエルの味方だと、自分が私はイスラエルの味方だと、イスラエルは信頼します。でもその3年半の間に、そのちょうどの真ん中のところに、自分の、ね、本当の顔を見せますね。そしてイスラエルが反対するようになりますね。でも本当は敵です、ね。味方に見えても敵ですね。はい、そして悪魔は、偽り者。悪魔は嘘つきです。偽り者ですね。偽者ですか、悪魔は。ヨハネの8章の44節をお願いします。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言う時は自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼はいつも偽り者であり、また偽りの父であるからです。はい、ありがとうございます。悪魔は偽り者ですね。悪魔は嘘つきです。悪魔は、惑わします。人に嘘をついて、ね。これは初めからそうですね。人間関係を持ち出した時からですね。アダムとエヴァに、ね、エヴァに嘘をついたでしょ。いやー、これを耐えると賢くなりますよ。楽しいですよ。これはいいことですよ。神様はね、いいことを経験してほしくない、ケチな神様だからダメって言うんですよ。本当はこれいいもんですよ。こう、うまいこと言って、
エヴァが神様を信じるよりも悪魔を信じるようになって、でも悪魔は正しいこと言ってましたか？いや嘘、全くの嘘でした。全く逆のこと言ってましたね。これを食べたらいいことになるっていうのは、いいことにならない、悪いことになりました。罪が入って、その罪の結果として永遠の滅びが可能になりましたので、いいことではありませんでした。でも彼が言うには、素晴らしい、これはいいことです、神様は嘘つきです、私が正しいこと言ってあげるので、逆です。悪魔は偽り者ですね。彼の口から出るものは偽り者ですね。そして真理を出したとしてもね、まあ、私が小さい時にお父さんがいつも言ってたのは、ほとんどの宗教には真理が少し含まれてるんですね。全く嘘であれば誰も信じないから、いくつかの真理を含むんですね。でもその真理を含む理由は、悪いことをさせるね、正しくない神様を拝むためですね。だから真理はある程度まであるかもしれませんね。でも目的は、迫害ですね。そして、まあ、お父さんが、育った時は、農業で育ちました。で、牛を飼ったり、牛の牛乳をやったり、いろいろしてましたね。そしてそこのところ、もちろんそういう農夫にはそのネズミが出ますね。だからそのネズミを殺すためには毒がいるんですね。で、毒にはいい餌の中に毒を入れたんですね。で、彼が言うには99% は餌はいいものでしたね。その餌を食べに来るネズミが食べて死ぬために毒をちょっと撒くんですね。でもほとんどはいいものでしたね。その90%、90何%は本当のいい食べ物ですね。でもその中に毒が含まれていたので、それを食べて、いいものを食べて、同時に悪いものを飲み込んで死ぬんですね。毒だけ撒けばネズミ食べてこないよ。なんで、いいものもちょっと入れないと、ね、食べる誘惑を入れない。悪魔はそういうものですね。正しくない宗教とかは、まあ、正しいことが含まれているかもしれませんが、その含まれている理由は、罠に脅すためですね。殺すため、破壊を願って、それを含まれてますね。ですから、悪魔は嘘つきです。だから、真理を言っても、真理がね、少し入ってるかもしれませんけども、それは人を騙すためですね。真理を少し入れないと、誰も信じないから、ね。と言って、少しを信じる。でも、悪魔は嘘つきです。そして、悪魔は人殺しです。悪魔は人殺しです。さっき読んだ箇所ですけども、初めの方に書いてありますね。彼は人殺、初めから人殺しだと書いてありますね。殺し人殺しですね。悪魔は私たちの破壊を願っているものですね。死は、人間は死んだのは、まあ、誰のおかげというか、もちろん悪魔が私たちの死を望んでいましたね。人間は死なない状態で作られましたが、悪魔は誘惑して罪を犯させて、そしてその罪の結果が死であったので、その悪魔の誘惑のおかげで死がやってきたんです。そればかりじゃなくて、悪魔は死を持っている、死の権力を持っている、死の鍵を持っているということが聖書にも書かれているね。彼は、でも神様はその、誰をでも殺すわけにはいかないね。誰をでも殺すことを許しません。だが神様が許せば、みんなを殺しますね。彼は殺す、人殺しですね。心が人殺しですね。神様が大嫌いですので、神様の創造物も大嫌いなんです。そしてその創造物の破壊を願っています。悪魔は嘘つきでありますし、人殺しでもありますね。そして悪魔は、この世の、支配、この世を支配するもの、世の支配者であることが、ヨハネの14章の30節に書いてあります。このところも投げていきますか。私はもうあなた方に多くは話すまい。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。はい。悪魔はこの世の支配者です。今の時だけ、この世の支配者ですね。神様が世を支配する権力を認めていますね。なぜですか？なぜ神様がね、悪魔をやっつけて、もうこの世から、追い出しませんか？まあ、悪魔は神様の目的を果たしていますね。神様が、同じように、私は、一週間おきぐらいに、その木曜日に、いつも話しに来る人がいますね。そして、その人が、ね、
なぜ神様が、アダムとエヴァが罪を犯すということを分かってたら、なぜその木をそこに置いたの？その木をどかせば、届かないところに置けばよかったじゃないですか。月とかに、また天国に持っていけばいいんじゃないですかね。そしたら罪を犯す可能はなかった。そうです。でも、神様はわざとその木をそこに置いた理由がありますね。なぜですか？神様に従うか、従わないか、神様に従うことを証明するために置いたんですね、神様は。ここ食べてダメよって、それ食べないことによって神様の御言葉は大事である。神様に従う証拠。あと、他の何、それだけだっても禁じられてたのは、あと何にも禁じられてなかったので、どの木の実を食べてもいいんですって言われたんです。これだけはダメですって言われたんですね。だから、そういう、禁じるものがなければ、自分の意思によって従うかっていうのは、それを証明する、それを示すチャンスはありませんでしたね。そのために、だから神様は私たちを誘惑しません。悪魔は私たちを、悪魔が私たちにこのいろんなことを経験させるのは、私たちが、失敗して落ちて罪を犯すのが目的なんですね。で、神様は同じ経験をさせてくださるのは、ね、その許すのは、私たちに、神様を頼り、神様を愛し、神様を大事にしているので、これをしないとこ、そのためにこれをしないとこというための証のためにね、神様が そういうチャンスを与えてくださっていますね。ですから、同じように悪魔はなぜこの支配、許していますか？今のところは悪魔に従うか、神様に従うか、ね、この2つがありますので、神様に、悪魔を断って神様に従うならば、それは、いい証ですね。そのためにありますね。ですから悪魔はこの世の支配者です。今のところ、今の時だけですね。いつかそうでなくなります。いつか彼は縛られ、そして権力が全部失われますが、今はそうじゃないですね。そして悪魔はこの世の神とも言われています。そしてそのギリシャ語の神は、の言葉はテアス、本当の神様の名前ですね。だからこの世の神、本当の神ではないんですけども、この世の神ですね。それは二つのことです、ね。まず第一に、先ほど言いましたように、悪魔は、神様を真似しますね。私たちを騙すために真似をしています。だから神様のようなものを、神様であることを、認めてほしいんですね。そして神様のふりをしますね。自分が神様であるようなふりをもしていますね。では、この世の神であることを呼ばれます。第二コリント4章の4節をご覧ください。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。はい。だからこの世の神ですね。多くの人は、神様に与えるべき誉れ、神様に与えるべき栄光を神様でないものに与えています。そしてそのものの裏には悪魔がいます。ですから神様を拝まなければ、悪魔を拝んでいることになりますね。ですからこの世の神と言われています、ね。そして光の天使と、御使いと呼ばれていますね。悪魔は光の天使、光の、御使いと呼ばれてますのは、彼は、自分が正しい、自分は光の御使いであることのふりをしますね。そして多くの人を騙しております。第2コリント11章の14節をご覧ください。します。しかし、驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。はい。だから、ね、サタンがこういう角を持った、あんな激しい顔をしているようなものであれば誰もついていかないね。だから自分は素晴らしいもんとふりしてますね。私はあなたが大好き、ね。だからサタンはアダム、エヴァにこういう、ね、姿で現れました。でも蛇なんだ。でも以前の蛇は一番動物の中で、神様の創造物の中で一番美しいものだと書かれてるね。だから今の蛇は違いますよね。大体今の蛇見て、うわーってね、ほとんどの人が言うんですね。まあ、変な人も、ああ、蛇だってこう言うかもしれませんけども、ほとんどの人は蛇が嫌いなんですね。蛇は、なんかね、私たちの性質の中に、なんか蛇を嫌う、なんかあれが入ってますね。でも以前は違いました。以前は美しい、素晴らしい動物でした、ね。呪いとして神様はそういう蛇に今、変えちゃったんですけども、
以前は一番、だから、ね、私たちが蛇が現れて蛇と話すとどういう、ね、私が蛇来たら逃げていくよって言う、でも今の蛇じゃないんだから、以前の蛇だから素晴らしい美しい蛇だったんですね。だからその、あの悪魔はその自分が、光の使いに見えますね、あのふりをすることがない。はい、そして、もう早く行かないともうありませんので、ベルアルっていう名前がついていますね。第二コリント、これベルアルというのはあの価値のないものという意味ですね。これはその、悪魔に対してだけではなくて人間に対してのこういうお前はベルアルの息子だというと、もうあのくだらない価値のないものや、ね、怠け者でっていう意味ですね。第2コリント6章の15節お願いします。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう、信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。はい、だからベリアルというのはその、悪魔の一つの名前ですね。くだらない価値のないものだという意味ですね。でも悪魔は本当はそうですね、本当は、いいことないものですね。価値のないものですね。悪魔の言うことを聞くべきではありません。いいこと言いません。なんか多くの人は騙されるんですね。そして悪魔は、空中の権威を持っている、支配者であることが呼ばれてますね。空中の権威を持っている支配者である、これはあの面白い、ギリシャ語ではあのアーコンって、これ先週見ましたね、あの支配者っていう意味でアーコン、あの英語で言う、あの多分この言葉アーチっていうのはあの支配者っていう意味ですね。そしてあの真ん中 の、 あの言葉は権力という意味ですね。そして最後はエアって、あの空気だね、エア、そのまま直訳が英語でエアだから Prince of the Power of the Air っていうんですね。だからそれが直訳ですけども、ただ空中の、権威を持っている支配者、ね、要するに、この地上、この地球、あの空気があるところの支配者ですね、という意味ですね。エペソ2章2節をお願いします。その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。はい、ですから要するに世界、空気があるところの支配者ですね。世界中の、支配者です。悪魔が、イエス様を誘惑した時に高い山に連れて行きましたね。そして全ての王国を見せない、あなたにこれをあげますってね。でそれをあげる権威はありました、ね、この空中 の、あの支配者だったから。でもイエス様がね、まあ、ある時イエス様はその支配者で、悪魔はイエス様の、権威を奪い取ってるんです今は、ね、でもそれは一時的に神様に許してくださっていますのが、ある日その権威がまたイエス様を取り戻します。自分の権力を取り戻します。黙食の6章から19章までがそのプロセスですか。イエス様が権威をまた取り戻すプロセスですね。ですが今は許されています。今はこの空中の支配者ですね。そしてあと2つぐらいしかありませんから見ていきましょう。吠えたける獅子と書かれますね。吠えたける獅子っていうのは、あの、なんで普通の獅子とは言わないんですか。ただ、あの、悪魔は獅子だと。なんで言わない、なんで吠えたたる獅子だと言うんですか。まあ、見ていきましょう。お願いします。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。はい、ありがとうございました。で、まあ、私は詳しくはありませんが、ライオンのについて詳しいものは、ライオンってオスとメスとありますね。で、ライオンの、獲物を取るやり方としては、私が聞いたところでは、オスのライオンは大きくて怖いね。こんな髪の毛が大きくて、だから吠えるのは、オスのライオンですね。で、その吠えを聞いて、わーっ
てて怖くなって逃げる動物のところを 待ってるのがメスのライオンで、飛んでカーッと食うんやね。そして殺してからオスがこんな歩いてきて、どけ、はって、先に食べてからってのメスが後で食べるみたいですよ。まあ、また、またライオン詳しくないですけど、とにかく吠え立てるライオンというのは悪魔が私たちを怖がらせようとするんですね。そして自分が私を破壊できるようなものですよって見せようとしています。私たちは神様を耐えれば悪魔は私たち何もできません。本当は悪魔は私たちをやっつける力がありません。クリスチャンであれば、そして神様を耐えるならば、でも彼はこんな大きくしてうわーって吠えて、またクリスチャンたちを怖がらせようとしています。そしてうわー怖い怖い、神様はそんなに強くないとかね思って、悪魔がそうして神だ、私たちをやっつけるためにあるんですね。だからそう呼べてたる獅子の絵であると書いてあるんですね。そしてあと2つで終わりです。1つは、竜だと言われてますね。竜で、竜という言葉はそのギリシャ語の言葉は蛇と竜と両方言えますから、竜というのは大抵蛇のようなものですね。足がついて大きな蛇みたいな感じでしょ。このその何ていうの、蛇のこの重なった、皮膚と同じような感じで思ってます。とにかく竜でもあり、蛇でもあるということですね。だからその黙示録の12章の9節をお願いします。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて、全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は 地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。はい、ありがとうございました。竜というのは、まあ、今は私たちは竜、ね、私は竜には会ったことない。もう亡くなってるみたいですね。恐竜と同じようにもう死んで亡くなってるみたいな。穴を、ね、地面を掘ればそこに、ね、竜の骨とかはあるんですけども、そしていろんな物語とかあるんですけども、竜っていうのは大きな怖い蛇みたいな感じですね。その絵を見たら、その昔の、ね、絵を見たら、特に中国の絵は竜はあるんで、本当に実際に竜があったみたいですね、その当時は。ですから竜っていうのはただノアの時代に死んだんではなくて、その後にね。で、今でも竜はあるよという人もいます。ただ私たちが知らないところにあるし、小さくはなってるから、その前以前ほどの大きいものではないのでって言われてますが、分かりませんけど、とにかく悪魔は竜ですね。大きな怖い人を食うようなものですね。そういうような、なぜ竜ですか？そういう形しているからですか？目が赤いからとかね、そんな違います。人間の考えの中で竜っていうのは恐ろしいものですね。そして私たちを食おうと、ね、そして食い殺して食うものですので怖いっていうような感じの悪魔も私たちの破壊を望んでいるということですね。そして同じ箇所が古い蛇と書いてあるんですね。古い蛇、古い蛇っていうのは何ですか？年を取った蛇っていうんですか？いや違います。昔からの蛇ですね。蛇っていうのはそのアダムとエヴァのを誘惑したのは、エヴァを誘惑したのは蛇の形を取って蛇に入って蛇として誘惑したんですね。ですから古い昔からの蛇、そして今の蛇を考えてみれば、多分当時もそうだったけども、蛇は悪賢い、まあ悪くはなかったかもしれない、賢いようなものだと思われてましたね。で、悪魔も悪賢いですね。賢い、悪魔はバカやというとあなたがやっつけられますね。悪魔はバカではありません。賢いものですね。もちろん悪賢いけど賢いです。私たちよりもずっと知恵が多いですね。私たちよりもずっと知識というか、ものは知っています。もうずっと昔からいるし、経験が多いし、私でね、人間100歳まで生きても100年でしょう。悪魔は今はね、この地球は6000年ぐらい前に作られたので、悪魔がその前に いつ天使が作られたかははっきり分かりませんけども、せいぜい6000、7000年ぐらいは存在しているんじゃないかと。その間にいろんな経験をしていましたので賢いですね。人間をやっつけるやり方は詳しいですね。ですから私たちは悪魔を自分の力によって戦うことはできません。負けます。必ずですね。できません。僕も若い時に悪魔なんか怖いよ、俺やっつけてあげるっていう態度を持ってましたけども、いや、悪魔は悪かしこいものです。私たちよりもずっと賢いです。私たちが悪魔と自分の力で戦うと負けます。こう、肉体的にも精神的にも、ね、私は、
悪魔には負けますが、神様の力がありますので、私たちは悪魔に勝つことができます、ね。まあ、悪魔は今日勉強したように悪いものですね。この名前で示されています。すごく悪いものですね。私たちの破壊を望んでいるものですね。ですから、まあ、悪魔は、私たちは悪魔から、もうずっと離れるべきですね。悪魔と関わりない。そして関わりがあると先週見たように、私たちは悪魔に耐えるべきですね。悪魔の誘惑に負けないで、悪魔に耐えなさい。で自分の力には、によってはできませんけど、神様の力によってできますね。そして悪魔から逃げるべきですね。この挑戦するのばかりですね。悪魔の戦いは神様に任せなければいけない。悪魔に勝て、悪魔に負けないような武器とか、養老は与えられてますが、だから負けることはないんですけども、自分の力によってはできません。ですから悪魔を正しく見分けるべきですね。そうでなければ、本当に敵も、自分の敵はをバカにすると負けますね。あんな敵なんか、軽々って、多分負けますね。自分の敵は良くないね。だから私たちの敵は良くありません。だが、ね、気をつければ、私たちは、悪魔に打ち勝つことができます。神様の力によって、神様が与えてくださる、よろと武器によって、打ち勝つことができます。じゃあ、今日はここまでにして、来週はここからしましょう。最後にお願いしましょう。愛する天の様、この時間感謝します。神様が私たちの味方であることを本当に安心しています。悪魔は私たちに近づくことができないんですが、私たちは悪魔に耐えなければいけません。そして神様の御言葉によって耐えなければいけません。そして、私たちは自分の力では近づくことができませんが、神様の力を耐えれば近づくことができますので、神様は、私たちは神様に耐えらせてください。自分の力ではなくて神様の力に頼らせてください。この自己感謝します。イエス様の名前にてお願いします。では最後に614番を歌って今日の集会終わりましょう。614番。3節だけですので、前節歌いましょう。